全部と同じ意味です。それでは例文見ていきますよ。明日は東京から名古屋に渡って晴れます。これよく天気予報で使う言葉ですね。渡ってっていうのは、まあ書き言葉だったり目上の人に言う時に使う言葉です。東京から名古屋、すごく広いんですけれども、渡ってを使うと全そこのエリアに含まれる全部の地域が晴れるっていうのと同じ意味です。2つ目見ていきますよ。3月28日から31日に渡りエレベーターが止まります。皆さん、エレベーターっていうのはボタンを押したら上下に動く乗り物のことですね。渡りを使うと28日、29日、30日、31日っていうふうに4日間エレベーターが止まるっていうのと同じ意味です。じゃあ最後見ていきますよ。マイケル・ジャクソンのファンは3世代にわたっている。3世代っていうのはおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、息子と娘っていう3世代です。マイケル・ジャクソン、フォー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 ですよね。マイケル・ジャクソンのファンはたくさんいます。3世代にわたってってことはおじいちゃんから子供まで全員ファンがいるっていうのと同じです。それでは今回2つのことを勉強しました。ホニャララにおいてとホニャララにわたってわたりです。皆さんもよく指定してください。以上です。
地域社会に入っています。そのような問題があるか、さまざま立場から分析した。江戸時代一番地域社会において今どのような問題があるかをさまざまな立場から分析した。江戸時代において最も力を持っていたのは誰だろうか。何を言うの？わ、200年。見えません先生。や。Nara, iya, hormati, Meiji. Omoyama, dan lain-lain. Can die.